毎日あなたは新しいチャンスをもらう。選ぶのは君だ。選ぶのはあなたです。まあちょっと歌からのセリフですけれども、でも実際は何であれ所詮自分の道を選ぶのはあなたです。あなたしかないです。言ったら毎回何か選ぶにつけ新しいのチャンスが来る。悪くに言ったら今自分が、あなたは例えば今悲惨に落ちた惨めな生活をやるの場合、これもあなたのせいです。これちょっと厳しいな言い方ですけれども、ただそれは正しいです。なぜなら毎日1円1円を、まあ、給料でもらうときにはあなたは力を手に入れる。1円あたりに新しいの力を手に入れる。その新しい力をどうやって使うのは、それはあなた次第です。つまり何か臭いものを買ったり、あるいは利益にもたらすものを買う。債か資産ですね、前の話なんですけれども。でもしあなたは債を買うときに、それは通常の人がやること、つまり通常クラスと一番下のクラスしかやってないんです。実際の億万長者はこれじゃなくて資産を買う。そして実際の資産を買う前にはその知識を買う。その知識を買うにはコーチングとか、まあ、講座とか、または本、そこでその経済知識を固めて、リスクを抑えて、危険性を抑えて、あとは実際の株とか不動産などの資産を買うことです。だからもし今あなたの、まあ、金とか悩んでるの場合、それだけを覚えてください。毎日あなたは新しいチャンスをもらう。そして毎回手のひらで1円でも手に握ってる時には、それは長い目で見たら自分の資産か負債になるのか考えた上で行動してください。その金はどこに投資するかちゃんと考えてください。所詮それはあんたの選択肢です。そして所詮それはあんたの選択次第です。だから自分の貪欲ではなくて、ちゃんとした冷静の考え方を得て、その力、金という力を
自分の長い目になるのメリットに使ってください。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら、高評価のボタンをお願いいたします。または、その同じの価値のあるの動画を見たいなら、登録もお願いいたします。さらに、種が入ってるなんですけれども、こう、変ですけれども、でそこでその鐘を押したりすると、ノティフィケーションですけれども、自分がいつを動画する、アップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それも、もしよかったらよろしくお願いいたします。さらに、どんな動画を上げたらいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあ、もう何でもいいですけれども、下のコーランでご記入をお願いいたします。それでは、自分に嘘をつけないで、そして、自分の情熱をたどって、今で。